間もなくなるところでした。今なった新平線ブルーミー橋本みのりに代わって私あずさがナビゲートしていますが、私が担当するのは今日が最終日、つまりみのりんの担当も今日が最終日ということになります。来月、つまり来週からはですね、月曜火曜が新しいナビゲーターの高木理沙、そして水曜木曜はこの4月からグディをナビゲートしている高木マーガレットマギーちゃんがね担当するということになっているんですが、やっぱり最終日だからこの人の声聞かないとね。橋本みのりん。はい、あずさん。あ、元気な声ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、なんか今日 J さんの J ブレイクの、ね、はい、そうなんですよ、エンディング近くにですね突然電話が鳴ったでしょ。そう、もう爆睡していたのでびっくりしました。安静にしてて、なかなかさ、ベルが鳴ってるのに、あ、出ないな、出ない、このまま出ないっていう感じかなと思ったら、もしもし、ねえ、と思って、もう寝ぼけた声で出てしまって全く予定になくて、うちの編成部長もですね、え、かけるの、かけるの、だってブルーミーで出るんだよみたいな、そんなことになってました。そうです、もうびっくりした状態でねえ、やっぱりみのりん寂しいよっていうメッセージがたくさん来てるんですけど、ありがとうございます。ね、みのりん、実はみのりんが今日でラストということで、はい、アーティストがですね、みのりんにメッセージをくれてるんですよ。なんか、はい、そうなの、電話切らずにちょっとしばらく聞いてもらってもいいかな。もちろんです。橋本みのりさん、こんにちは。歌川交流の島ユニット、チャランポランタンボーカル、妹の桃と、あれは恋人の小春です。はい、橋本さん、橋本さんって呼ぶのも初めてかも。みのりさん、どっちだろう。とはですね、チャランポランタンのピーチ時代に、たくさんゲストでお世話になりまして。本当だね。はい、あとはイベントとかですね、ジップフェムのイベントとかでもお世話になりまして、そんな橋本みのりさんが7月末にご出産という、やばやばいね。何、ちょっとだからなんか全然聞いてないんだけど。確かに全然聞いてない。今知りました。全然聞いてない。なんであなたに報告しなきゃいけないの。なんか、もう誰の子なのかも知らないし。なんであなたに挨拶行かなきゃ。一回ちょっとだって、うちら確かに会ってみたいのはある、会ってみたいのはありますけど。そうらしいですよ。おめでとうございます。てかしかもさ、7月末にって結構ギリじゃない、これ。ギリ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 だよ。ギリギリおめでとうございます。そうもう何、今日のオンエアを持って一旦、だってちょっと言うのギリギリだよ。全然それ小春ちゃんにはいいんですけど、ギリギリじゃないの。すごい、おめでとうございます。嬉しいね。ちょっとそんなね、だから令和の、キッズ、令和キッズが、生まれるということなんですが、私たちチャランポランタンは、結成10周年って、どうでもいいじゃん。そんなん比べたら、めっちゃどうでもいいよ、こんなん。確かにどうでもいい。本当に。しかも、なんだ、これ。結成日の7月17日に、メジャーベストアルバム、いい過去取りをリリースいたします。これもどうでもいい。なんか結構ね、なんか。橋本さんのニュースに比べたら。そう、いや、もう橋本リリースに比べたら全然だな。そして、実は追加公演、ね、今やってるやつは、追加公演、ラストの果てを、6月29日、もうすぐですね。土曜日で。大阪 NHK 大阪ホールでね、行いますというね。